それでは浅野選手にお話を伺いたいと思います。まずは三浦選手、よろしくお願いいたします。ではまずは、皆様に勝利報告などいただければと思います。お願いします。三浦航太です。大晦日、ああいう素晴らしい舞台で、デビュー戦を戦わせていただき、無事勝利することができました。本当に応援してくれる人たちの声が力になったんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お伺いできればと思いまして、これからも何か展望がありましたら、こう一つお伺いできればと思います。どうでしょうか。一戦一戦しっかりと勝っていって、勝って見える景色に従って動いていこうかなと思います。ありがとうございました。それでは続きまして、岡田選手、まずは勝利報告お願いしたいです。ウェーブジムの田中浩二です。去年の大晦日、コーダ同様、一本勝ち勝つことができて、でこれからも頑張っていきますので、皆さん応援をよろしくお願いします。であと、関係ないんですけど、僕は以前まで黒さを強さを強調してきて戦ってきたんですけど、キヤキサロン引退して、今後はちょっと微妙に走っていこうかなと思ってます、今後とも僕のこと注目してもらえたらなと思います。ありがとうございました。素晴らしいです。ありがとうございました。それでは続きまして、井上選手、お願いします。こんにちは、ウェーブジムの井上です。先日は来週はトロントの応援、ありがとうございました。おかげさまで勝つことができました。しっかり僕の日本格闘技界のバンドの目標を盛り上げていきたいので、またしっかり。グラチャンからも輩出して出てきた選手なので、その思いを持ってしっかり結果を残していきたいです。頑張ります。ありがとうございます。グラチャン出身選手としてこれからもぜひよろしくお願いします。解説をご覧いただきました。三浦航太選手、田中浩二選手、伊藤智也選手にご一同盛大な拍手をお願いします。またこれから三浦航太選手の写真撮影会を行いますので。T シャツをご購入いただきましたお客様、整理券のお持ちのお客様はブースの方、入り口側の方ですね、入り口側のブースまでお並びください。今度は感染防止のため、拍手等は禁止させていただいております。あらかじめご了承ください。それでは、参戦者の皆様